はい、皆さんこんにちは、のぺんです。ファーミングシミュレーター19やっていきますよ。いしょ、さあ前回は大豆とキャノーラを育てました。で、ものすごく収穫できて、まあ、そこそこ儲けたんだけど、もっと儲けれたんじゃないかなと思って、なので今回は大豆を中心にね、育てて頑張っていこうと思います。3つある畑のうち2つを大豆、そしてもう1つをキャノーラ育ててね、もっと儲けさせていきたいと思います。そしてちゃんと相場を見て儲けられるところへ持っていこう。よし。で、今持ってるこの農業機械がもうちょっと大きいものだったらないいなと思って、なので今回はショップへ行ってもっと大きい農業機械を買っていきましょう。はい、やっていきます。さあ、まずはショップへ到着しましたね。で、種まき機をもっと大きいもの買いましょう。もう買うわ。今持ってるトラクターがめちゃめちゃ排気量多いから結構重いものでも持てるはず。これだ。224kW か。だから224kW までの種まき機を買えるので、そうだな、これか。じゃあこれ買ってみましょうか。これは種をまくだけじゃなくて畑を耕すことも可能ということで、あ、結構お得かもしれない。じゃあこれ買いましょう。よし、10万円しました。でかいな確かにでかいわ。じゃあこれ持っていきましょう。はい、はい、いくよ。さあ、はめるぞはめるぞ。はい、じゃあ行くぜ。まあ、でっけえな、本当にでっかいわ。さあ、畑に到着しました。じゃあ新しく買ったこの種まき機をさあ展開してみましょうか。まずは展開。はい、さあどんぐらいまで広いんだろう。あ、まあまあこんなもんか。まあでも一番最初に買った種まき機よりは全然広いな。で、まず種は大豆を選択して、じゃあやってもらおうか。で、ちゃんと種は負けてるのかな。あ、負けてるね。 OKOK、 素晴らしい素晴らしい。いいよ。で、ちゃんと大豆が成長中になってるね。いいぞいいぞ。これで相当作業はかどるな。ヘルパー C がオブジェクトに邪魔されてます。あいつのことか。私が邪魔ってことね。ごめんねごめんなさいね。じゃあ引き続き頑張ってください。はい、こっちの方の大豆畑の種まきが終了しましたね。いや、よかったよかった。大豆は相当儲かるらしいから期待しちゃっていいかな。じゃあ後でここにも肥料をまきましょう。じゃあ向こうの方から私は大豆を巻いていきましょうか。これだと相当はかどるな。いいねいいね。じゃあこっから、はい、大豆畑を巻いていってください。大豆畑を巻く、え、違うな、大豆を巻くね。うん、はい、お願いします。じゃあ今からこの肥料巻き機を使って契約農家さんのお手伝いをしていきましょう。畑11番に好きな種類の肥料を巻くということで、11番は畑、あー、ここか。はい、行くぞ。ちょっと遠いな。はい、じゃあ契約農家さんのとこの畑に農薬を撒きましょう。ちゃんと進行してるかな。あー、進行してるね。 OKOK、 素晴らしい。じゃあ種まき部隊はあ、こっちの種まきはもう終わってるか。じゃあじゃあキャノーラの畑に種を植えてきてください。よし、いいねいいね。やっぱこんだけ大きいとすごい葉が取るね。あーと取らすぎた。はい、はい、 H。 さあ頑張ってな。っていうか新しく買ったこの種まき機ってすごいね。肥料も撒いてくれてるわ。すげえ助かる。豊作やって種まいて肥料をまいてくれるっていう、一人三役を一度にこなしてくれる、なんて素晴らしい機械。
あ、これは買ってよかったかもしれない。ってなると他の子たちの役割がちょっと弱くなっちゃうな。このカルティベーターとか、あ、これは種まきだけど、もうこれは返しちゃっていいのかもしれないな。やばい、種まきが順調すぎてめちゃめちゃ暇だな。なんか契約とかある？他になんか美味しそうな契約は。種まきとかある？種まき、種まきないな。あともうだいたい収穫とか肥料やりばっかだな。しかも安いな。これはちょっとできないな。私畑8番は1万円の仕事があるんだ。8番、いや8番めっちゃ広い。一回じゃあじゃあこいつを持って一回行ってみようか。意外といい仕事になるかもしれない。ごめん、多分下ろすだけで耕すことができると思うから。この子はやばい、この子めちゃめちゃすごい優秀かもしれない。よし、じゃあ8番の畑へ急ぐぞ。ここ通れるかな。通れる、大丈夫大丈夫。あー、やっぱ引っかかった。やばい、これはえらいことになってる。どうしよう。まあ、やべ。一回、剥がして、で、こうして、で、下がるか。はい、ゆっくりね。無理のないように。私が登っちゃってる。やばいな、これは、えらいこっちゃ。まず、こう行って、で、こう行って、ここ。で、このまま下がれば、まっすぐ行ける？まっすぐ。よし、出れた。やった、よかった、危ねえ。よかった。よし。じゃあ、8番の畑へと急ぐぞ。あー、でもやっぱまだ、まあちょっと、なんか変な感じになっちゃってる。まあ大丈夫でしょ。オッケー。あー、でも大丈夫じゃなかった。ダメだ、なんか引っかかっちゃうな。これはまずいぞ。わー、これ戻るのも大変だ。もうちょっとこれを持って契約農家に行くのはやめよう。そうか、大悟さん。こうだ。道路は行けないな、こいつは。普段こういうのとかってどうやって運ぶんだろう。こうして、で、下がって、はい、こうかな。わ、しまった。あー、助けてー。さあ、大豆がだいぶ成長してきましたね。で、もうすぐで収穫できるかな。よし、いいぞ。今回は絶対高く売る。俺はそう、心に決めている。さあ、こっちの大豆畑も、いいね。もう雑草なんか全然生えていない。手入れが行き届いている。さすが私。で、こっちのキャノーラ畑は、いいね。ちゃんと成長してる。で、さっき、このキャノーラ畑がね、ものすごい需要が高まってるって言ってたけど、だいぶ下がってるね。まあ。じゃあ、大豆とキャノーラが、成長するまでもうちょっと待ちましょうか。結構かかるな。はい、オッケー。これで大豆が収穫可能になったね。じゃあコンバインさん、収穫をしてくれ。はい、お願いします。ただな、このコンバインな、収穫がすごい遅いんだよな。コンバイン自体もちっちゃいし、何よりカッターがちっちゃいんだよな。できればコンバインとカッターそれぞれもう一個ずつ買ってみてもいいのかもしれない。さあ、じゃあお願いします。はい、作業者やっと。さあ行け。よし、じゃあ私は一旦ショップへ行きましょうか。はい、ショップ。でコンバイン今使ってるのがこれで、もう少しあるかな。
今回はしっかり排気量とかも見ながら買い物していこう。じゃあ次はこの TS60 を買いましょうか。タイヤはどうなんだろう、まあスタンダードでいいか。じゃあこれをレンタルだとどんぐらい、 22,800円か、円じゃなくてドルか。まあレンタルにしようか、ちょっとビビった。でカッターだな次は。でカッターはじゃあこいつを買いましょう。 7.6m、 よし、こいつは買う。よし、はい、 OK。 結構でっかいなカッターも。はい、てかこれ運べるのかな、道幅いっぱい取らないかなこれ。まあ、とりあえずつけてみよう。はい、9、よし行こう。安全運転でね、安全運転。道幅ギリギリじゃないこれ。私通れるこれ。あー、ちょっとコーンに引っかかった。カッターとは全然関係ないところで、あー危ない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 。一回あの道路じゃなくて野原の方に出ようか。頑張れ頑張れ、よし、運べ運べ、頑張って運べ。でこう行ってこうやな。あーと電柱がたくさんある、待って待って待って。こうして、こうかな。これでいけるか、いけるか、いけるね。あー、いけなかった。はい、でこう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 、よし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 。さあ次は次次次次、じゃあ次はこっちの野原の方に出よう。で迂回して、でこれで収穫できるね。いいねいいね、よかったよかった。お金はだいぶ減ったけど、あー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 あああ、お金はだいぶ減ったけど、まあこれでなんとか収穫量がアップする。じゃあ私はその間にコンバインさんのお手伝いをしに行きましょう。はーい、はい、新しいコンバインさんお疲れっす。で今どんぐらい溜まってるかな、新しいコンバインの方は。1249リットルで、古い方は2294か。まあまあいいでしょう。よし、じゃあお手伝いしましょう。はい、行くぜ。ちゃんと吐き出せるかな、てか狭あーでもいいかいいか、感覚的にはちょうどいいか。おいよ、こういう感覚ってコンバインによって違うのか、このパイプの長さ。あー漏れちゃった。いいぞいいぞ。でこれで全部吐き出したのかな。じゃあ今度は古い方行きましょうか。なるほどね、勉強になるわ。そして私は収穫した大豆のところを耕していきましょう。よし、かなり効率よく農作業することができる。これじゃなかった、しまったしまった。カルティベーターじゃないこれは、これは肥料やるやつだ。いや待った、これでやればいいか、この新しく買ったこの種まき機で。よし、いいぞいいぞ。でトラクターはちっちゃいけどまあ大丈夫でしょう多分。はい、オッケー、じゃあ運びましょう。あでも意外とちゃんと走ってるじゃん。あ、よかったよかった。じゃあ今度はこっちはなんかあれだな、こっちの方が早いか。あーやっぱ振り回されてるな。やるではないかお前。じゃあこっちの方から耕していきましょう。もう完全に大豆の大豆の収穫物のところ通っちゃってるのごめんね。じゃあここ次はまあ大豆でいいか。大豆に切り替えて、はい、じゃあ行きましょう。お願いします。いけるかな。あでもやっぱ遅いな、めちゃめちゃ遅いわ。うん、トラクター台を買ってこないといけないのかもしれない。じゃあ君はちょっと待った。でかい方にやってるわ。まず下がって、で
アタッチメントを展開する必要がある。外したいんだけどな。持ち上げるのか。で、これで OK。よしよしよし。じゃあ、重い方に任せましょうか。もしかしたらトラクター1台いらないのかもしれないな。あと、カルティベーターもいらないのかもしれない。マジか。じゃあ、返してこようか。カルティベーター。耕すやつ、耕すやつ。あー、ぶつかっちゃった、ごめん。で、この種まきもいらないような気がする。よし、いいぞ、いいぞ。スリム化しよう。ほい。じゃあ、はい、これで、はい、カルティベーターを、と、トラクターを、返していきましょう。はい、じゃあ、このトラクターショート、このカルティベーターを返していきましょう。はい、オッケー。で、こうして、で、降りて、で、これでいいかな。はい、返却しまーす。はい。OK。で、アタッチメントか。はい、アタッチメントも。はい、返却しまーす。結構状態悪かったなぁ。カルティベーター。まあ、いいか、いいか、いいか。これでだいぶレンタル代が浮くな。さあ、そして、でかい方に、このでかい種まきをね、やらせてるから。耕がせてるね。素晴らしい素晴らしい。いいもん買ったいいもん買った、やった。じゃあ次はこの小さな種まき機を売ってきましょう。売ってきますっていうか、あの返してくるんだね。いやー、かなり助かったな。ってなるとトラクターショーも結構活躍の場が限定されちゃうな。さっき全然雑草生えてなかったもんな。あれすごかったな。で、さあ、売るぞ。まあまあいいか。うん、はい。じゃあ、種ありき。はい、お返ししまーす。よし、じゃあ、急いで畑に戻るぞ。で、ちょっと作業車を雇って。で、二つ目の方はどんな感じ今。まだ半分ぐらいか。って考えると、新しい、このコンバイン、優秀すぎるな。すごいぞ。じゃあ、急いで私は戻りましょう。そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、人的のロックを解除しました。農業の称賛。びっくりした、今、クラクションを鳴らされたことによる実績かと思った。いや、ごめんなさい、すいません。やっぱ鳴らされるんだね、クラクション。じゃあ私はもう一台トラクター台を借りていきましょうか。借りるか買うかね、やっぱ迷うな。ちなみに買うといくらぐらい？あー、全然高いわ。まあ、まずは借りるところから頑張ろう。そうだな。まあこれもう一台もいいって思うな。60キロ出るからね。それは素晴らしいと思う。あ、で、こいつは70キロだ。やるじゃん。でも馬力はだいぶ違うんだな、こうやって見ると。どっちがいいんだろう。いろいろ種類があるからな。ふむふむ。じゃあ、こいつは じゃあこいつ一回レンタルしてみようか。はい、お願いします。 OK。 今日はたくさん買ったり借りたりしてて楽しいな。さあ行くぜ。さあ70キロ出るやつ、今日の真の実力を見せてみよう。あ、全然速いわ。すげえすげえすげえ速い。速くて怖いちょっと怖い。はい、ヘルパー A が仕事を完了しました。多分コンバインだな。じゃあ一回ちょっとここで駐車。はい、じゃあコンバインさんはトレーラーのところへ行って大豆を吐き出しててください。あのトレーラー邪魔になってたりしてないかな。
あ、ギリギリ大丈夫っぽい。ナイス、よかったよかった。じゃあ、はい、パイプ、そしてこう、よし、いいぞいいぞ。で、ちなみに何リットル溜まったかな。17,000か8,000ぐらいだよね。あー、7,000届かなかったか。16,878。こうして、はい、こうだね。はい、9で、カバーをかけて、で、大豆の相場を見てみましょう。あ、大牧場がめっちゃ高値で大豆を取引してくれてる。どこどこ、大牧場。ここか。はい、じゃあマークをつけて、はい。よし、急ぐぞ。さあ、ゲームの進行時間も遅くしよう。よし。オッケー。これがすんごい大事だから。向かってる間に相場が変わっちゃったらもうどうしようもない。あ、この辺とかなんかいい家建ってんな。てか、私今家ないんだよな。それはちょっと寂しいな。はーい。じゃあ大牧場に到着しました。はい。あー、ありがとうありがとう。で、ちなみに相場は？ちゃんと確認しよう。で、大牧場。オッケー。じゃあ、大豆を下ろしましょう。はい。さあ、いくら儲かるかな。お、結構儲かってる。結構儲かってるよ。はい、31,533ドル。お、素晴らしい。はい、ヘルパー B が仕事を完了しました。そして私もちょうど畑に戻ってきました。種まきの方か。よし、じゃあ今度は、あっちの畑の種を耕しましょう。種を耕す、違うな。種を植えましょう。素晴らしい。今めちゃめちゃ効率いいな。やるじゃん。で、コンバインも作業終わってるな。よし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 。じゃあ次は、キャノーラを売りに行ってきましょう。はい、トレーラー、じゃないな。コンバインがじきじきに行けばいいか。よし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 。さあ、あとは頼んだぞ。いやー、なんて素晴らしい効率。前回なんかもうめちゃめちゃ待ってたもんな、収穫できるまで。あれは結構苦しかったな。でも今回は本当にうまくいったな。収益もなかなかいい感じだし。はい、で、パイプも出して、で、あとはそこのトレーラーさん、カバーを開けなさい。はい。で、ちなみにキャノーラは、大牧場。また大牧場か。さあ、もうすぐ大牧場に到着でーす。はーい。もうすぐもうすぐ。頑張れ頑張れ。だいぶ道も覚えてきたぞ。はい。で、はい、キャノーラ下ろす前に相場を確認。これだな。よし、大牧場。OK。いいね。よかった、値が下がってなかった。さあ、今回はキャノーラはいくらで売れるかな。1,506ドルか。まあそんなもんか。うん、でも悪くはないと思う。よし、いいぞいいぞ。じゃあ帰ろう。いやー、素晴らしい。今日はなかなかいい感じで。さあ、ちなみに今日の収益はどんな感じなんだろうな。マイナス59,848。多分ね、車両代が高くついたのと、あとレンタルだね。まあでも片方を埋めるだけの収益があったっていうのは、これはすごいことだな。よしよしよし、みんなよう頑張ってくれた。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしかチャンネル登録、高評価お願いします。おでんでした。さよならー。